黒島。黒島は、薩南諸島北部に位置する、有人島である。全国の他の黒島と区別するため、薩摩黒島と呼ばれることもある。郵便番号は890-0902、人口は171人、世帯数は98世帯。2018年2月1日、現在、大隅諸島には、含まれるとする説と含まれないとする説とがある。 竹島、伊王島及び周辺の小島や岩礁と合わせて鹿児島郡三島村を構成する。地名、行政区画としての黒島の故障は鹿児島県鹿児島郡三島村の大技となっており、全島がこれに該当する。面積は15.37平方キロ、171人の島民が住んでいる。東岸の大里と西岸の片パクの二つの集落から構成され、 三島村の主要三島の中では、面積、人口ともに最大である。黒島から四十五キロメートル西方沖に、草垣群島が、五十五キロメートル北西沖に、宇治群島がある。いずれも南薩摩市笠佐町に帰属。同じ三島村の竹島、伊王島が、機械カ,カルデラの外林山の一部であるのに対し、黒島は、宇治群島や草垣群島と並んで休基。 琉球火山岩体の一角をなし、他の二島とは起源が異なる。島全体は大名だけや小用樹で覆われており、沖から見ると黒ずんで見えることから、黒島の名がついた。全体に起伏が激しく外周は断崖絶壁で、平地らしい平地はほとんどない。集落内の民家はまとまって立地しておらず、山腹にへばりつくように散在している。河川も多く、 島の各所で滝が見られる。また島の南西部には、新色がけの連なる景勝地、塩手花がある。600メートルを超える、標高差のため海岸線から山頂まで得意な植物章が見られ、薩摩黒島の森林植物群落の名称で、国の天然記念物に指定されている。また2015年には、村一帯を含め三島村。 機械カルデラジオパークに指定されている。国土地理院地図、小。陸系下浜部や海象上,上の小岩、無名の岩を除く。鹿児島港から大里、辺白の各港へ、村営線三島が週3便運航する。飛行場はない。三島村唯一の県道である、鹿児島県道221号辺白、大里港線が島の北側を走り、 二つの集落を結ぶ。南側には、村道、村接線が伸び、県道と合わせて、環状を成している。舗装状況はいずれも悪い。島内に、公共交通機関やタクシーはない。特に刑事等はないが、観光客向けにはレンタサイクルが用意されている、要予約。伝承では、島民は平家を中るの子孫と言われる。壇の裏の戦いに敗れた。 平家一族が築いたと伝わる平家城跡のほか、大場殿がなまったものという、伊庭殿の墓という遺跡も残る。これは、宇都宮信夫婦さに率いられた、源氏の武将、大場三郎家聖が、平家打倒のために来島した際に、平家の娘に恋をして、島に住み着いたとする伝説にちなむ。この伝承は、あずま鏡に見える、天の園景、宇都宮信夫紗らの、 機械島追悼の記事とも符号する点が多く、この時彼らが都会した機械島は黒島であった可能性がある。なお隣の伊央島も1177年に春閣がルタクされた機械島として知られており、機械島は当時日本の再編境であったこれらの島々を漠然と指す言葉であった。他方で、諸々の資料から中世までは奥七島とラツレ島と並んで、 日本の統治の及ばない外界であったとする説もある。洋島と黒島の間は、潮流が激しく、当時の簡素な船では、到達が困難であったと推定される。古くは、在地の日高氏が支配していたが、確実な外部からの統治の記録として、1334年に、島津氏が、配下の千亀氏を、黒島軍事として据えたとする記述が見える。1412年には、 島津氏が種ヶ島市に竹島、伊王島、黒島を与えており、これが三島をまとめて扱うようになったはじめとされている。なお、黒島をはじめ札南諸島には今日まで、日高勢が多い。14世紀諸島ごろ建設された大規模な石頭群が島内に見つかっており、高度な知識を備えた権力者の存在が推定される。14世紀後半には、 伊洋島に拠点を置いた長浜市との交流の記録も参見されるうになる。江戸時代には、他の二島と共に、島津藩の配下に置かれ、1889年、明治22年に町村制が施行される。1895年の7月24日、枕崎の沖合で、多数のカツオ予選が暴風雨のため難破し、合計で数百人の犠牲者が出た。 この際には黒島にも乗組員や死体が漂着し、島民が救助に当たったという。この事件は黒島流れとして現在でも島に語り継がれており、島には首謀者を記念する白衣観音像があるほか、枕崎市と黒島の間で毎年枕崎市少年の船という交流イベントも行われている。太平洋戦争末期には鹿児島などから出撃した。 特別攻撃隊が時として、緊急避難することがあった。島の南部に、黒島平和公園があり、戦没者の慰霊碑と、平和観音像が置かれている。戦後の1968年、作家の有吉沢子が黒島を訪ね、翌1969年に島を舞台にした小説、私は忘れないを、朝日新聞で連載、後、中央公論者、新潮文庫から出版。 近代化から取り残された忘れられた島として黒島を描いた。その翌年映画化された際には現地で撮影が行われ多数の島民が映画に出演した。また、有吉は取材の際に島に初めてとなるテレビを寄贈しており、同年には NHK の寄贈によるラジオ放送も開始されている。2010年2月12日、黒島大里地区に 初めて消防車が配備された日本損害保険協会寄贈。それまで、片パクと大里の両地区にある消防団分団では、下半ポンプ、小型動力ポンプしかなかったが、今回の配備によって、三島村は火災に効果的に対処できるようになったとしている。2015年には台風15号が黒島を直撃し、住宅3棟が全壊20棟で、 屋根が飛ばされるなどの大きな被害が出た。民族芸能、なぎなた踊り、やおりなどが伝わる。一連の踊りは、八作踊りとして、村の無形文化財指定を受ける。その他、片白地区の盆踊りも村の無形文化財に指定されている。また、旧暦の6月23日に、島内の15歳から16歳までの女性が、祠らの掃除をして、 歌と踊りを奉納する社上丼と呼ばれる行事があるが、別名、諸女試しの神とも呼ばれており、祠にある十三男の階段を、私こそが諸女なりと思う者だけが最上段に登ることができ、男性と交わりの少ない者ほど上段に進めるという、記載である。主産業は農業であるが、島に小中学校が2校あることもあり、教職員家族の占める人口比率が高い。 農業においては、畜産が盛んである。島には百ヘクタール余りの農用地があるが、うち九割は放牧場が占めている。急斜面に放し飼いにされているため、足腰の強い牛が育つという。また、古くは木炭の産地であったほか、島に自生する、地位の木を利用した椎茸も特産品である。畑作では、他の二頭と共に、焼き畑農業が伝統的に行われてきた。 東内産のさつまいも、ベニオトメは気象内も常駐、三島村の原料に用いられており、2018年には構造改革特区制度の下で、尊営の小中像が大里地区に完成する予定である。民宿が4件存在する。観光客の姿はほとんどなく土木事業者の需要が主であるが、塩手花周辺は石台の工業場として知られ、釣り人が訪れることがある。 また、広島県2日市市に本部を構える、宗教法人、平等大英会の聖地である平等大英会名刀が、大里地区にあり、毎月信者による巡礼が行われ、島の数少ない観光収入源の一つとなっている。中央公論者日本刀の旅後沖縄、殺難の島々1984年5月18日、第1冊、P36。 P134ISBN978 から41億240024555を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。